83番です。四角を埋めていきます。万有引力の大きさですが、物体 M にはあですね、万有引力定数、それから地球との距離が、中心間距離がスモール r になっています。質量が M とラージ M。これが r です。人工衛星の速さ v、e の問題は運動方程式を作って v を求めましょう。運動方程式に代入します。中心向きに x 座標、中心向きに加速度を a イコール半径が r ですから r 分の v 次乗と置きましょう。質量人工衛星がスモール m、加速度が r 分の a 次乗、力は万有引力です。R は1つ消えて、M が消えて、ここ V ですね。V イコール R 分の GM のルートになります。これが E です。その運動エネルギーです。これは運動エネルギーは、K イコール2分の 1MV 次乗ですから、V を代入しましょう。2分の 1M 二乗すると R 分の GM、 したがって 2R 分の GMM ジュールとなります。位置エネルギーはこれは公式通りですからマイナス G の R 分の MM です。力学的エネルギーは O は力学的エネルギーは E イコール運動エネルギーと位置エネルギーの合計ですから、運動エネルギーが 2R 分の GMM、位置エネルギーがマイナス R 分の GMM、合計すると2分の2になって、2R 分のマイナス GMM となります。したがって K と U と E の比は、K とU ですね。これは2倍してマイナスですね。だからマイナス2倍、マイナス2倍になります。1対マイナス2になります。K と U は1対マイナス2で、合計の E は、K のマイナス1倍ですからマイナス1となります。